自称院は、江戸幕府三大将軍、徳川家光の側室。千代姫の聖母。通称は、おぶりの方。母は、祖神二の娘、おたあ。父は、ガモ家家臣岡重政の子、岡吉右衛門。また、吉右衛門の母は、石田三成の娘で、古は、三成の彦にあたる。重政は、ガモ秀行の信任が厚く、秀行の死後も、 藩主忠悟が、幼少のため藩政を取り仕切っていた。しかし、会津自身後、犯罪生、両国の疲弊を顧みず、大規模な自社復興を行う忠悟の母、振姫と藩政をめぐり対立。振姫が家康に訴えたため寸婦に召喚され、切腹処分となった。重政の死後、息子の吉右衛門は、同じかもお家んだった、祖神義の夫。 町の雪一に保護され、雪一、祖神二夫妻の娘、おたあと結婚した。二人の間に生まれたのが、おぶりである。雪一も数年後には、賀茂受けを退店しており、その後しばらくの間は、記録にないが、その間に、江戸に移ったと考えられる。やがて祖神には、神類にあたるカスガ局の引き立てで大奥に老女として、使えるようになり、 古は春日局の幼女として、大奥に入り、寛永13年、家光の手がついて、初めての側室となる。これは、家光が男色を好み女性を近づけないため、後継ぎが生まれないことを懸念した春日局と素神二が、ブリを断層させて近づけたと言われている。ブリの少年は不明であるが、父方の祖父、岡重政が1579年生まれ、 母方の祖母祖神二が1588年生まれであることから見て、この時12歳から14歳と推定される。白川徹は、ブリが出産後に死亡したのは成熟していないために、無理な出産だったからではないかとの試験を述べている。海音寺長五郎も、武将列伝において、13歳だったお楽の方が、 家光に見染められたエピソードを紹介した上で、家光は暖色を好んでいたため美少年が好きであり、女性の好みも最初はボーイッシュな美少女からだったとしている。旧自称因玉屋。江戸東京建物園、寛永14年ウルー3月5日、家光にとって、初めての子である長女、千代姫を生む。その後体調を崩し、3年後の寛永17年8月21日に、 死去した。法名は、自称院殿、高山明葛大師。江戸町の乗り詰め寺に葬られた後、慶安5年、副町の自称院に建てられた霊廟に改装された。現在、この霊廟は、旧自称院玉屋として、江戸東京建物園内に地区保存されている。前述の推測から、少年は、現魔9年から寛永2年と推定され、 去年に関しては16から18となる。ありがとうございます。